今日は、このノアボクシーまたお借りしてるんですけど、今日はハイブリッドモデルになります。で、前回は一般道での動力性能ということで少しインプレッションさせていただいたんですけど、今日は高速道路、一番車のエンジンの動力性能が分かりやすい場所で少し走らせてもらえる機会をいただいたんで、ご紹介をしていこうと思います。で、今ちょうどまだ今インターの入り口のところで合流地点に向かうところなんですけれども、結構エンジンが 1.8 リッターということ でモーター自体もそんなに高出力ではないモーターではあるんですけど、かなり普通に今ちょうど入ったところなんですが、特に踏み込まなくてもスッと入っていく、パワーとしては必要十分な出力があるなっていうのをすごく感じるところですね。エンジンもずっとこう回ってるわけではなくて、今ちょうどエコとパワーの間ぐらいのところ、今ちょうど100キロぐらいで走ってるんですけれども、エコとパワーの間、少し踏み込むとエコとパワーの間にこう入る、で今ちょうど100キロで巡航してるところなんですけど、そうしますとちょうどエコとチャージの間ぐらい入っていくので、このぐらいで走るとかなり燃費性能としてもいい、効率のいい走りができるのかなと思います。でエンジンもこのエコの状態ですと EV 走行で走ってるわけなので、今ちょうど EV 走行ですね、 EV 走行で走ってるわけなので、車もかなり静かですし、ノイジーじゃない。でやっぱり足回りもガソリン車のインプレッションでもご紹介したんですけれども、突き上げがかなり少なくなってる。で玉尾低速域でのダンパーのその減衰、本当にその玉尾低速領域の中ですぐに減衰が効いてくれるというのがあるので、突き上げが非常に少ないですし、バタつきもかなり抑えられていて、ソフトな感じがしっかりと取れます。でステアリングのインフォメーション自体も今ちょうどヘアピンのところを、走ってますけれど、特に操舵感があるってわけではないんですけれど、操舵感がないあるわけじゃないんだけども、軽いんですけど、でもしっかりとタイヤが設置している感覚というものがあるので、非常に楽ちんにドライブできるっていうのが印象的なところになります。で今日は動力性能ということなので、エンジンについてじっくり話していこうかと思うんですけど、今この状態が普通のノーマル状態になっています。ノーマル状態で今100キロぐらい出して、ちょうど、エコとパワーの間ぐらいで、ここから今度パワーにするとどうかというと、パワーにするとエンジンが少し回りやすくなる、エンジンを回して、チャージさせる、モーターに出力を送ってパワーを増幅させるようになるので、どちらかというとこうパワーにこう振り切りやすくはなるということなので、エンジン自体の稼働率としてはかなり高いですね。で今ちょうど100キロぐらいで走ってますけど、エコとパワーの間、すぐこう踏むと振り切ってしまう、そのぐらいの感じになります。でもう少し踏んでみます。でも結構高速領域もかなり安定してて、やっぱりねステッパーゴン5年前の、ステッパーゴンなんですけど、やっぱね高速領域かなり速度を少しこう上げて走るとよりピタッとこう走っていきますね。で以前昔僕の動画の中でフリードのモデュロ X 紹介したことあったんですけど、あれは空力が非常に味方についていて、ベンツの E クラスの 220D と同じような走りをするっていうので、すごく感動した覚えがあるんですけど、これちょっと少し速度を上げて今初めて走ったんですけど、なんか速度をこう上げていけば上げていくほど車のその安心感っていうものがなんかより一層伝わるような感じ。ドイツ車ですね、昔初めて BMW 乗った時にドイツ車高速道路をかっ飛ばし出した時にすごく車の安定感っていうのを感じた記憶があるんですけど、なんかそれにこうその感覚、すごく懐かしい感覚がしっかりとね伝わってきますね。こうエンジンは頑張って回ってるんですけど、車体はものすごくしっかりしてて、何事もないかのような
形で走ってってくれるんで、ミニバンでこういう走りをしてくれるっていうのはものすごく画期的なことなのではないかなっていうことをすごく感じます。これはねすごいですね。すごく安心して走れる。結構120キロとか超えちゃうとステアリングからの振動が気になったりとか、まあ、もちろんエンジン自体も、こううなりを上げて、まあ、走るようになるので音も大きくなってくるんで、少しこう安心感として乏しくなっていく方向だったりするんですけれど、このノアボクシーはエンジンの回転数、まあ、パワーにしてて今エンジンが回転が上がりやすい状態ではあるんですけど、エンジン自体のこのノイズリーな感じ、なんか子守音、低周波がかなりカットされている感じがあって、回してもあまりこううるささを感じない。だからすごくずっとこう回している状況でこう走らせていても全然うるさくないので、まあ、むしろ回しててもいいかなっていう感じではあります。ですごく車がねやっぱ速いですね。それなりにやっぱパワーモードにするとやっぱそれなりにエンジン自体のこうピックアップ、まあ、エンジンのピックアップがもちろん良くなるんで、モーターの立ち上がり出力というのもかなり上がってくるとは思うんですけれど、すごく走ってて楽しい。で速度を上げれば上げるほどこう車の楽しさ、安定感がすごく高いんで、でブレーキも意外とこう欧州車に近いような形で、前がこうグッと効く感じじゃなくてしっかりと後ろも効いてくれるので、車がこう前のめりになって不安定になるような、そういった挙動を示さないのですごく安定して走れます。通常だとこう前のめりになってリアが浮き上がって、でリアがこうリバースしてぶつかって事故るっていうパターンが多かったりする車が多いんですけれど、やっぱ昨今の車はフロントのブレーキだけじゃなくてリアのブレーキもしっかりと効かせて、グッと路面にタイヤをこう押し付けて止めていくような、非常にスタビリティの高い、制動力、制動姿勢を持たせて走らせることができるので、すごく車としてやはり安心感が高いです。あ、これはやっぱり一般道では味わえない楽しさっていうのが、やっぱりこういった高速道路で走るとすごく車のその素性の良さみたいなものをね感じます。今続いてじゃあ今度エコということでエコで走ってみるんですけれど、まあエコにするとやっぱりもう少しこうグッとアクセルを踏んでいかないと車がまあ前に進んでいかないという形になります。かなりアクセル今 20-30% ぐらいの回路で踏んでるんですけれども、まあそれでもエコとパワーの間をまあ示すようなそういう感じです。まあそれでも逆にエンジンが回転しないのですごく音が静かで、まあ、EV で走ってる頻度っていうものもすごく長くなるので、まあ、普段普通に走るんだったら、まあ、このぐらいの方が全然走りやすくていいのかなという気がします。まあ、通常こういう車を買う人ですとやっぱり燃費を気にする方もすごく多いとは思いますので、エコで走られる方っていうのが多いと思うんですけど、高速道路でも全然エコで普通に巡航できる。でちょうど今追い越し車線を走っている状況なんですけれども、全然追い越し車線でも普通に巡航して走ることができる、非常に乗っててファンな車だなっていうことをすごく感じます。でこの B モードにすると回生力が、そうですね、エンブレが効くような感じで回生力が上がります。山道なんかでもエンジンの回転を上げて回生力を高めるような、そういった制御になってるんですけども、まあ、そうすることによって、まあ、減速なんかもかなり安心して走ることができると。でもう一度、やっぱここでやっぱりアクセルのレスポンスが全然全く違う、すごく二面性の高い走りを示してくれるので、これはかなり楽しい。でラブ4の PHEV も乗らせていただいたんですけど、まあ、絶対的なパワーはラブ4の PHEV の方が、まあ、モーターで走らせてる、モーターのトルクでこう走らせるって感じがあるので、まあ、もちろん力強さっていうのはラブ4もあるんですけれども、こちらはどちらかというとモーターは少し小さいモーターになっちゃってるんですけども、まあ、その分エンジンを回してパワーを補って走るという形になります。でエンジンの、エンジンもしく
もちろんこれシリーズパラレルなので、エンジンの動力とモーターの動力と組み合わせてこう走らせるわけなんですけれども、まあ140馬力、システム出力で140馬力という出力ではあるんですけど、全然140馬力というなんかこう非力さみたいなもの、エンジンのその非力な感じっていうのを、まあ、全然感じない。いや、むしろ、なんだろうな、そうですね、なんかシビックの 1.5 リッターのなんか VTEC ターボに乗ってるかのような、すごい車のその軽さみたいなものを非常によく感じる車で、高速道路は特に走ってファンな車だなっていうことをすごく僕自身感じた次第です。はい、ってことで今回は、こちらの新型ノアボクシーの高速道路のインプレッションということで、まあ、主に車の動力性能についてご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは車よりカー用品のレビューを行っておりますので、興味のある方はぜひ今日、ご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録高評価いただけますと今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。